立憲民主党の蓮舫議員が選挙における候補者選定について持論を語ったとのことですが、もはやその考えが差別的だとツッコミが殺到し大炎上しているようです。蓮舫議員が語った差別的発言の内容や春の統一地方選での候補者選定の状況、蓮舫議員の直近での炎上発言とネットの反応と合わせて紹介していきます。ニュースの詳細。立憲民主党の蓮舫議員が東京新聞の記事を引用し、自身のツイッターを更新しました。蓮舫議員は東京新聞の自民は過去最高でも 15%、 統一地方選東京都内の女性立候補予定者共産と立民は4割超えの見出しで、今春の統一地方選で争点に浮上する少子化や多様性ある社会に向けた対策に力を入れるため、各党が東京都内で女性立候補予定者を増やしているとし、主要6政党で見ると、区市町村議員候補の女性比率の平均が 33.6% で、2党が4割を超え、最多の候補者を立てる自民は 15% にとどまるが、過去最高であるとして、法が求める候補者数の男女均等には道半ばだが、少しずつ前進している。との記事を取り上げ、女性活躍、多様性というのであれば、男性優位な候補者選定から変えていきたい。できれば、2世3世でもない仲間を増やしていきたい。今春の統一地方選挙、私たちの仲間へのご支援をお願いします。と綴りました。ニュースを深掘り。というわけで、蓮舫議員が東京新聞の記事を引用し、女性活躍、多様性を実現するため、候補者選定から変えるべきと主張したということでしたね。東京新聞の記事では、自民党、公明党、共産党、立憲民主党、日本維新の会、都民ファーストの会の主要6政党は10日時点で、計1205人の公認候補を発表。うち、女性は339人となっているとし、そのうち立憲民主党は 41% で、女性60人を擁立しています。立民都連幹事長の手塚義雄衆院議員は、旧民主党時代まで遡っても、過去最高の比率と明言しており、女性擁立と簡単に言うが、子育て真っ最中やパートナーに反対されたりと、男性候補の決断よりエネルギーが必要と感じる。そんな勇気ある女性議員が増えれば世の中も変わると期待しているとしています。確かに日本における国会議員の女性比率は世界的に見ても非常に低く、立憲民主党もホームページで昨年の参院選後の女性議員の比率は 15.4% だとし、先進国の中では最低レベルだと主張しています。ただ、この議論において、いつも言われていることですが、国会議員として、有能で真っ当な人に活躍してもらうことが何より重要で、それに、性差は不要という話です。女性だからとか、多様性とか、そういう問題ではありませんよね。それこそ、蓮舫議員が言う、男性優位な候補者選定から変えていきたい。できれば、2世3世でもない仲間を増やしていきたいという主張は、有能な男性よりも無能でも女性だから優遇しろ、多様性は無能でも認めろ、でも、2世3世の多様性は認めないというような愚論で、地元で役立ちたいという志を抱く第二志希望の男性の目をつむご発言。また、親が第二子だというだけで世襲を疎んじ、職業選択の自由を軽視したご発言ではないでしょうか。まさに、男性蔑視、都合のいい多様性の主張ですよね。しかしながら、今後、2世3世の有能な人が立憲民主党から出馬する際、
このツイートを引用して揶揄されるのが目に見えているのに、どうしてこんなに思慮の浅いツイートを連発できるのか本当に理解できません。つい先日も辞職した自民党の岸信夫前防衛大臣の長男で、4月23日投開票の衆院山口2区補選に立候補を表明した長男の信千代氏が、自身のホームページに掲載していた元首相らが名を連ねる家系図を政治一家を誇示するものだとして、SNS、ネット交流サービスで批判されていたことを受け、家系図を削除したという記事を引用し、給与が上がらない中で物価高、光熱費の高騰に苦しむ人たちや、広がる格差是正が、政治課題として、急務の中において、家系図を当たり前に掲載するセンス。ある意味、すごいわ。と、自身のツイッターに綴り、あなたの家系図出してください。全く家系図出せないような執事の方がすごいわ。大自由家系図は、といった自身の、未だ不明瞭な国籍疑惑に関するツッコミも多く見られ、相変わらずの特大ブーメラン発言として、大炎上していました。もはや、男女云々よりも、無理やりにでも言いがかりをつけることでしか存在感を示せない無能な議員こそ、立候補できない選定方法にしてもらいたいと、多くの有権者は思っているのではないでしょうか。ネットの反応をまとめましたのでご紹介します。あなたの感想もコメント欄に書いてくださいね。あと、チャンネル登録もぜひお願いします。あれ、小沢一郎さんって2世じゃなかったっけ？あと畑さんってのもいますよね。まずは、自分たちのところからやらないと。数だけ増やしても仕方ない。国籍を明示できる候補者を。2世3世云々より、国籍二重三重どうにかしなきゃ。候補者選定に性別は関係ないのだが、性別を主張してる時点で性差別してるのだが、女性、男性、2世、3世云々じゃなくて、有権者は、能力がある方を選びます。パフォーマンスばかりの議員は、だんだんと淘汰されていくと思います。特に国会を見ているとわかります。立憲民主党も未だにこんなこと、言ってるようでは先がありませんね。二世でないから、女性だから、そんな安直な理由で票を投じられて嬉しいのかな？本当に勝ちたいなら、泉健太を下ろさないと 100% 勝てませんよ。皆さんも思ってるでしょ。具体的に言っていただかないとき、理解できません。ので、国会でご説明願います。社会人としてのモラルとコンプライアンス意識、専門分野への深い知識と経験、ネゴシエーションスキルと演説スキル、タフな体力と精神力、これだけあれば、老若男女問わず、誰でもいいです。知名度だけの安易なタレント、候補も見直した方が良いと思います。出自をはっきり公表できる人であることが第一条件です。2世、3世のメリットは、そこがはっきりすることでもあるのです。学歴、経歴を詐称すればダメじゃないですか。同じですよ。まず、自分のところでやれよ。話はそれからだ。ギャーギャー言う割に、男女50対50できてねえから批判されんだろ？公認候補を密室で決めないで、立候補を自由にできるようにして、党員による予備選挙で決めればいいのです。女性が選ばれなかったのなら仕方がないことです。その女性に力がないということです。ポピュリストばかりを増やさないようにね。様々な課題に取り組める人材でないと。でないと、
ますます支持率下がるで。人の家系図を批判する前に、まずつまびらかにするべき問題があるじゃろ？国籍問題とか、国籍問題とか。ノリでいろいろ言うとブーメラン食らうよ。いつもみたいに。前の感想。このニュース、あなたはどう思われましたか？相変わらず、後先何も考えずに思ったことを口にして、突っ込まれるだけという、本当に無能ぶりを晒していますね。候補者選定に関しては、国を愛し、有能でありさえすれば、性別などどうでもいいのではないでしょうか。そうであるのであれば、2世でも3世でも、もちろん、女性が多数を占めようが全く構いませんが、国籍が二重三重というのはアウトですね。そういえば、溺愛していた息子が、自民党の大物フィクサーとして知られる人物と養子縁組をして自民党に入党したとか、息子に地盤を譲ることができなくなった嫉妬心から、2世の岸信千代氏に過剰に反応してしまったのでしょうか。いずれにせよ、国会議員として男女云々などではなく、そもそも能力として与党議員に噛みつくばかりの蓮舫議員。国会議員として不適格ではないか、そう思ってしまうのは私だけでしょうか。あなたはどう思われますか？あなたの感想、コメント欄にお待ちしております。政治の味方チャンネル、キャスターの舞です。ご視聴ありがとうございます。これを機にこちらへの登録よろしくお願いします。